では続きまして、玉越さんから新リブレオフィス補完計画ということで、発表いただければと思います。よろしくお願いします。聞こえますか？はい、音声画面とも良好です。うん、はい、了解です。まあ結構時間押してるんで、まあライトニングトークという感じでちゃ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 といきますんで、よろしくお願いします。あ、お願いします。はい、もお思いっきりネタなんでこれは。サウンド聞こえてますか？はとても便利な機能です。はい、バッチリです。リブレオフィスの最新リリース版バージョン 7.5 系列には非対応でした。そこで先日メールにてご開発者であるフランス人のジェラートさん本人にキャドローの開発状況について問い合わせたところ、まもなくバージョン 7.5 に対応したキャドロー 2.0 をリリースする予定だとの回答をいただきました。しばらくするとリブレオフィス拡張ドキュメントテンプレートリポジトリのサイトにキャドロー 2.0 がアップロードされていました。 2.0 では新しい機能の追加は見送られたようですが、以前のバージョンと比べると長方形や多角形の編集機能に改善が見られるようです。リブレオフィスのヘルプ参照のシステム変更で、キャドローのリリース途中からは自身のオンラインサイトでの公開のみに変更されていたヘルプが今回拡張機能本体に実装されました。そうすることでオフラインでもステータスバーの項目からヘルプの閲覧可能になりました。とてもありがたいです。しかしながらヘルプの内容が外国語表記なので日本人にとっては打ち切りが少し高いかもしれません。そこで私は2年前のリブレオフィスオンライン勉強会にてチップス、ドローで簡易キャドセーブ、拡張機能キャドローのご紹介という発表された岩橋智則さんことリサナさんが自身のサイトにて公開されている日本語のヘルプの翻訳版を合わせてご利用することをお勧めします。日本語ヘルプはご覧の URL のサイトで公開中です。まあ唐突にニュース番組みたいなんで始めましたけど、まあ、私を知らない人も結構いらっしゃると思うので自己紹介したいと思います。玉越正樹と申します。岐阜県在住です。主にリブレオフィスとかブレンダーとかオープンソースソフトの普及活動をしています。オープンオフィスの日本ユーザー会にも所属していました。2011年からリブレオフィス日本語チームのメンバーです。主だった活動としては OSC のお手伝いとか、あとユーザー会時代には解説書の共同執筆にも参加しています。ではそれでは本題入ります。そもそもこのリブレオフィス補完計画っていうのは、まあ、ユーザー会時代の解説書ですけど、実務で使えるリブレオフィスというのに執筆した内容がベースになっていて、明星大学のオープンソフトカンファレンスと同時開催された第1回目のリブレオフィスミニカンファレンスの発表が最初となっています。拡張機能や外部アプリを利用してリブレオフィスの使い勝手をよくするのが目的でした。でその後ノートで自分のノートで
コラム記事として追加情報や不定期などで連載しています。最近の記事は LibreOffice を何に利用するかという外部的な視線の記事を中心に OS 前回の名古屋で行われた OSC のイベントなんか盛り上げるネタ的なこと内容になっています。今回新っていうのをタイトルにつけたのは、まあ、ノートの記事の補足と、まあ、リブート拡大版という意味合いです。さて今回お話しするのは冒頭のニュース番組スタイルのプレゼンでお察しいただけたと思いますが、ビブレオフィスのインプレスのお話です。で今回の内容は私のノートの3回目と4回目のリブレオフィス保管計画の記事の、まあ、リメイクというか感じです。まず最初に言っておきたいのがキーワードが2つあります。それがまず MIDI です。ミュージカルインストゥルメントデジタルインターフェース、そして NDI ネットワークデバイスインターフェースです。この MIDI と NDI が今回の、中心になります。MIDI っていうのは国際標準の電子機器の規格で、異なるメーカーとか機器間での要するに演奏データ等の要するに共有化を図るためのもので、1980年代に今現在ヤマハの傘下になってるんですけど、アメリカの電子メーカーシーケンシャルサーキット社の独自規格をベースに日本のローランドとかヤマハとかが中心になって策定したものです。最近では楽器のみならず舞台装置などの照明機材等や PC のソフトウェアの外部制御に MIDI が使われています。昔私も勤め先のアトラクション用の恐竜ロボットを制作している会社にいたんですけど、その時もう MIDI 機器を使って、DAW ソフト、つまり作曲ソフトですかね、それに動きを記録してアクションをティーチングさせるっていうことをやってました。まあその方が結構簡単なんだっていうのもまあ理由なんですけど、NDI はローカルエリアネットワークを介して、ビデオデータを共有可能にするっていうアメリカのニューテックにかっていう会社によって開発されたロイヤリティフリーの企画です。まあ余談なんですけど、ニューテックっていうと昔フジテレビのウゴーゴルーガっていうテレビ番組で使われていた放送機材でビデオトースターや、まあ、有名な 3DCG ソフトのライトウェーブのメーカーだったところです。最近はライトウェーブも売却されたらしくて、まあ現在は配信機材のトライキャスターを中心に活動されている会社です。NDI は HDMI を外部機器に接続する、例えばパソコンみたいとプロジェクターをつなぐっていう感じで、物理ケーブルを必要としません。まあ具体的に説明をしましょう。通常プレゼンテーション、まあ、インプレスのプレゼン映像をプロジェクターに出力、まあここにはプロジェクターと外部モニターと2つあるんですけど、プロジェクターにつなぐのには当然 HDMI ケーブルで接続します。同時に外部ケーブル、外部モニターに接続したいっていうふうになると、当然分配器を真ん中にかませて HDMI ケーブルで接続することになります。じゃあこんな場合はどうなんでしょう。たくさんの機器をに映像を届けたい場合です。 HDMI でつなぐと分配器とかたくさんの HDMI ケーブルが必要になってくるので配線もかなり煩雑になります。あとプリンターや外部モニターと違って接続先の機器に HDMI 入力がない場合、映像信号の受信を受け取るためのキャプチャーデバイスも必要になってきますね。でかなり結構コストもかかってくるんです。でもしこれを NDI でつなぐとすると、無線環境なら
一発で全部に配信できます。まるでそれぞれの機器でテレビのチャンネルとかネット配信のネットフリックスの番組を選ぶみたいに番組のようにその映像等が選択できます。で、冒頭のニュース番組でプレゼンしたんですけど、実はこれ別のノートパソコンから実際ここの配信用のパソコンに NDI で送ってます。再生するインプレスのパソコン、からを実際、後で説明しますけど、MIDI で操作してます。そうね。で、一体どういったことをしたら、LibreOffice で NDI を使えるのかなっていうことをいろいろ考えたんですけど、ニューテックが、実際 NDI のツールを無料で配布してます。SDK も配布してます。NDI ツールズっていう名前で配布してますんで、それをダウンロードしていただくと、実際このようにいっぱいメニューがあるんですけど、例えばVLC のアドオンとかもあったり、当然アフターエフェクツやプレミア、いろんな、あと携帯電話なんかをウェブカムにして、操作することもできます。で、今回はここでスクリーンキャプチャーっていうのを使って、別のパソコンに NDI で送信するっていうことができます。で、その場合このまず今のランチャーを閉じていただいて、そうするともうすでにそのキャプチャーデバイスがタスクトレイの中にあるので、そこから、要するに範囲指定して切り出してやるっていう方法でキャプチャーできます。まあそれ以外にも全体画面とかも切り出しじゃなくてもできるんですけど、こんな感じでやります。また別のツールもあるんですけど、これは Windows 用のライブ配信用のソフトウェアで、オーストラリアかな、VMIX っていう、OBS みたいなソフトがあるんですけど、そこが VMIX デスクトップキャプチャー for NDI というツールを、これも無料で配布してます。で、これも最初に起動しておいて、インプレスを立ち上げてるんですけど、これでそのまま、もうキャプチャーした状態で送ることができます。実際これがキャプチャーしたものを携帯のモニター for NDI HX というアプリで受信している画面です。まあこんな感じで全然線をつながなくてもデータが送れるという優れものツールです。延滞も少ないです。で、次今度 MIDI になるんですけど、冒頭のニュースでもさっきもお話ししたんですけど、 MIDI 信号でやってます。当然、LibreOffice は MIDI にも対応していません。そこで必要になってくるのが MIDI Key to Key というアプリです。これもともとライブ配信用のオープンソースのソフトの OBS をその MIDI のフィジカルコントローラーでコントロールしようとしていたツールだったんですけど、現在は OBS 自体が MIDI に対応しているので、もうお役御免のソフトです。で、MIDI 機器を PC につないで、このツールを起動すると、最初にどんなデバイスをつなぎましたかっていうのを聞いてきて、新しくプロファイルを作成しなさいみたいなことを言われます。で、そこでプロファイルを作成すると、今度ログトゥウィンドウといって、下の、灰色になっている部分が、信号が入ってきたログを受けるところなんですけど、これで、その前にスタートボタンというのを隣にあるんですけど、これを押していただいて、下のログのところをアクティブにします。で、MIDI キーボードとか MIDI パッドとかいろんな機器があるんです。それを押すと、
こうやってノートオン、要するに信号が来ます。当然、ノートオンっていうのはオンオフの信号が同時に来ます。で、このオンオフのオンの部分をダブルクリックすると、実はここで編集、その部分の信号に対して、じゃあ、パソコンのどのキーを割り当てますかっていう、編集画面に入ります。で、こうやって編集すると、実際私がこの設定したのが、この赤いのミディパッドを使ってるんですけど、これで、インプレスのショートカットキーを入れてます。一番上が、の左から F5、つまりこのプレゼンのスタートボタンです。で、その隣がスペース、つまりプレゼンを送るボタンですね。で、その隣がホームボタン、これつまりプレゼンを元一つ前へ戻る。その次が一つ前へ行く。で、下の段で F の5、これ途中で止めた後のスライドのそのキーから、プレゼンを再生する。で、一番右側にエスケープでスライドの終了というのを入れてあります。で、まあ、これで動かすと実際はこんな感じで動きます。で、こう、まあ、ミディと、NDI ということで、まあ、なんでこんなことを考えたんだろうっていうことになるんですけど、まあ、とりあえず、自分がやってる VJ とかの、で、その、インプレスの画像を、その VJ の画面に混ぜたいと。例えば、こう、イベント等で DJ の名前を入れなきゃいけないとか、そういった場合に、リアルタイムで変更可能なプレゼンツールを、そこに導入することによって、安価に簡単にできる。当然、配信とか、ライブ配信、今こういう配信でも、ポン出しとか、あと、テロッパーとしても活用できないかなっていうことを考えて、で、当然 MIDI の機器を使うことによってメカニカルなタッチですから、結構ポン出しとかは結構押し間違いとかいろいろあったりするんで、結構こういうものを使うととても便利だなということで、まあネタなんですけど、こういう感じで、考えました。まあ今後のリブレオフィスになる対する、まあ期待っていうか要望みたいなことになるんですけど、今までのプレゼンテーションっていうのは会議とかセミナーとかでプロジェクターから投影させれる画像をガイドラインに登壇者が発表するのが、まあ標準的な、使い方だったんですけど、これからの新しいプレゼンテーションっていうのは、まあ PC とプロジェクターもしくは外部モニターという1対1の関係でなくて、ソースの入出力という物理制限にとらわれない、発表者とリスナーが交互に変化する1対 N の形のプレゼンテーションシステムが必要なんじゃないかなと思ったんです。で、それ、キャプチャーボードを使わないっていうことで、こういう勝敗戦の NDI が最適なんじゃないかなと。まあ、MIDI を使って遠隔操作すれば、まあ、スマホ、リモート、まあ、スマホではインプレスリモートってスマホのアプリがあるんですけど、まあ、要するに専用のソフトウェアを使わなくても、テロッパーの映像やさっき言ったようにポン出しとかを出すことで活用することによって、その延長上にミディシーケーサーでそれを、まあ、音楽データのように記録しておけば、店舗とか、あらゆるショッピングセンターなんかのデジタルサネージの、まあ、当然これ NDI についても言えるんですけど、まあ、高度なインプレスの活用ができるんじゃないかなっていうふうに思った次第です。で、まあ、今後の期待というまとめなんですけど、最近の遠隔操作の用のソフトウェアの Zoom やとか、Microsoft Teams はもうすでに NDI の導入が始められています。プレゼンテーションは1対1から1対 N の時代に突入しています。
まあ、この辺からも今後のリブレオフィスのインプレスが進むべき方法としては、まあ、開発でありなんじゃないかなと思います。とりあえずリブレオフィスのインプレスの出力に、まあ、NDI をサポートしてほしいというのが、まあ、今後の期待です。それが無理でも、まあ、今だったら Windows ならスパウト、Mac、Linux なら、サイフォンかな。要するに同一パソコン内で映像データ、音声データを共有するっていう、まあ、そういうオープンソースのシステムがあるんですけど、まあ、そこから NDI に変換するツールっていうのがもうすでに用意されているので、まあ、例えばなんですけど、これ僕がやってる VJ ツールなんですけど、これはもうすでにスパウト対応してます。で、これあの、スパウトの、サイトから、NDI に出力するツールが出てますんで、それを入れることで、もうこのソフトウェアのバージョンアップなしでも NDI 出力ができるようになります。まあ、こんな感じです。はい、ありがとうございました。はい。はい、MIDI との連携ということで非常に素晴らしいネタですね。あの、まあ、プレゼンテーションソフトの発展という意味でも確かに、はいはい、そうですね。もうこれ今全部これで動かしてたんです。はいはいはい。すべて。はい。ですからこれポン出しに使ってるんで。おー、いいですね。ハード連携してるっていうのはなかなか新しいですね。そうですね。だからもう、この辺がね、もっと普及してくれば、多分、パワーポイント系のツールとかではもう NDI とか当然乗っかってきてるんで、外部、アドオンみたいなのも出てきてるし、いろいろ見てるとやっぱりこういう会議とかでも、そういうのを活用しようっていうのが風潮的にあるみたいなので、実際これだと今、この配信用の OBS に対しては NDI で受けています。で、今 NDI ソースっていうところで、これが NDI ソースですね。で、これを受けてて、で、それと混ぜる形で配信ができてしまう。で、この間に、あの、キャプチャーデバイスも何もつけてないので、もう完全に単体で別の場所でも同一ネットワーク上なら、配信ができます。という感じでした。はい。はい。どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。非常に素晴らしい取り組みでした。質問を受けたいところなんです。